ビルヘルム・ドゥブラブチッチは、オーストリア・ハンガリー帝国出身のバイオリニスト、指揮者、作曲家、音楽教師。1901年以降は日本で活動した。フィルメに生まれる。1887年に、ウィーン・ラク・ユー・教会音楽院を卒業し、1890年から1892年まで、ワルシャワ提出劇場でバイオリニストを務めた。 在オーストリア・ハンガリー帝国全権講師、牧野信明の推薦により、エドワード・ハワード・ハウスの公認として、1901年5月に来日してから1925年に亡くなるまで、区内省式部職屋と音楽教師となり、式部職画学部の還元学団の指導と指揮を担当した。バイオリンの教え子に、山井本清、大野忠明、高辻武市長がいる。 来日後も、バイオリニストとして、室内楽などの演奏会に出演し、ピアニストのヴィンセント、前田98、ラファエル・フォン・ケーベル、マッキー、カテリーナ・トドロビチ、パウロスキー、歌手のロン・ゲーカーとアドルフォ・サルコリ、バイオリニストの大野忠元とジョルジュ・ビニエッティ、チェリストのサリン・ガーラと共演している。腸ガのために、入院先の東京帝国大学医学部付属委員にて死去。 ドゥブラブチッチの死後、公認として1927年にガイタのコメディが式部職学部指揮者となった。ありがとうございます。